小玉義雄お2月18日から1984年1月17日は日本の右翼運動家、自称 CIA エージェント、暴力団、近政会顧問。戦争中、海軍航空本部のために物資調達を行い、終戦時までに蓄えた物資を占領機に売りさばいて莫大な利益を得た。この豊富な資金を使って戦後分裂状態にあった右翼を救合し、 鳩山一郎など大物政治家に政治資金を提供した。政財界の黒幕、フィクサーと呼ばれた。日韓国交正常化交渉に関与した。1960年、生前葬を行う。河野一郎や大野万木といった大物政治家が小玉のための葬儀に集まり、昇降した。三男は TBS サービス社長を務めた小玉森弘。戸籍上は、 福島県足立郡本宮町中城45番地に生まれた。父の鳥、四郎の旧姓は、山田といい、上杉家の家臣であった、山田彦右衛門の古兵太夫が、庭長重に仕え、以降、平蔵からため、ただし手爪か,からため、えからため、えからため、薫ると続いた。祖父山田平太夫は明治維新後、日本末の副山寺になったが、父の代になって、 同じ日本末藩の御天位小玉家から望まれて養子となったため小玉姓に変わった。ただし、これらの家系は後に小玉義雄自身によって作られた設定のようである。実際のところ小玉義雄の出自は全く不明である。幼少時はひどい貧乏暮らしで父親と二人で掘った手小屋に住んでいたとされる。七歳で母親を亡くし、八歳で 朝鮮に住む親戚の家に預けられ、京城商業専門学校を卒業した後、来日して、向島の鉄工所に住み込んだ。それからは、様々な右翼団体を転々とすることになる。現用者の会合で、中野聖郷、東山光良と、小玉は1929年、赤尾里氏が結成した、建国会に入会。18歳で、天皇寺基事件により服役。 釈放後に、津久井達夫の旧信愛国党に入会。1931年、日本主義陣営の統一組織、全日本愛国者共同闘争協議会が結成され、旧信愛国党も参加。小玉は、前衛部隊の一員になった。国会ビラ巻事件や井上淳之助蔵将、脅迫事件を起こし服役。1932年2月、釈放。同月9日。 決命団事件が起き、同日、警視庁は、小玉を含めた国家主義運動の関係者を降印した。釈放後、土満。満州自治運動をしていた笠木、吉明の大遊公会に参加。同年、帰国。独立青年社を設立し右翼浪人の岡田利平に、誘われ東山秀三が主催する、天業会に出入りをした。遠山が逃げざるを得なくなり、工事を託された。 小玉、岡田、天業会のメンバー二人の四人で1932年、天業会独立青年者事件を起こす。当時は23歳だった小玉は3年半の判決を裁判で受けた。服役中に2、26事件が起きた。出所後、笠木が編集発行する大アジアに関わる。1937年、笠木から紹介された外務省情報部長。 河井達夫より勧められ、中国各地を視察。上海副総領事の岩井英一を知り、岩井が1938年に領事館内に設置した特別調査班の食卓となる。岩井の推薦で、1939年4月に陸軍参謀本部の食卓となり、ハノイにいた王朝明の護衛を任された。石原幹事の紹介で、 品派県軍総司令部参謀の辻正信を知り、同司令部の食託となる。しかし、東亜連盟の動きが陸軍の方針に反すると、東条秀樹の激凛に触れたことで、小玉は食託を解かれ1941年5月に帰国した。小玉と王朝明1941年11月、小玉が属した国粋大衆党を主催する笹川良一の紹介で、 海軍省の外局である航空本部より招かれた。ここから小玉は海軍航空本部のため航空機に必要な物資を調達する。戦時下の外地はインフレ状態で物流も滞り、国民感情ではナショナリズムの高まりによる排日排日化運動が起きていた。目的の重なる陸軍、官本の機関と競合するため、 各方面からの干渉も予想されたが、小玉は承諾し、総務部長と上海へ飛び、ここに小玉機関の本部を置いた。小玉は海軍の嘱託となる。1942年3月、総務部長は大西滝次郎となり、特攻組の親とされる大勢中将が敗戦後に自決する場に立ち会う縁が繋がった。ここで玄田稔と知り合い、戦後に玄田が小玉に、 瀬島隆造を紹介した。1941年新珠湾攻撃の直前、海軍航空本部独自の物資調達のために、笹川が山形正志少将に紹介、その購入者が大西滝次郎少将で、後に大勢中将が自決する日まで、親しい間柄となる。この縁で、上海に小玉機関と呼ばれる店を出した。これは、タングステンやラジウム、コバルト、 ニッケルなどの戦略物資を買い上げ、海軍航空本部に納入する独占契約をもらっていた。よく、小玉はこの仕事で、ダイヤモンドやプラチナなど、1億7500万ドル相当の資金を有するに至ったと言われている。アメリカ陸軍情報局の報告では、小玉機関は、鉄と使及び、モリブデン鉱山を管轄下に収め、農場や、養魚場、 秘密兵器工場も運営。戦略物資、特にタングステンを得るため、日本のヘロインを売っていた。小玉の行動について、憲兵の監視はあったが、大西田木次郎のような大物が引護しているため、逮捕してもすぐに釈放されるという結果となった。この間、1942年4月30日に、行われた第21回衆議院議員総選挙に5人。 当選区の東京五区から被水薦候補として立候補をして八位落選をしている。戦犯として収容時のマグショット終戦を迎えた翌日、1945年8月16日に小玉と懇意にしていた大西が遺書を残し、滑腹受決した。小玉も急行し、駆けつけた小玉に貴様がくれた刀が切れぬばかりにまた会えた。すべてはその遺書に書いてある。 厚木の大園に、景況モードは、慎しめと大西が言っていたと伝えてくれ。と話した。小玉も受決しようとすると、大西は、バカン貴様が死んでフの役に立つか。若い者は生きるんだよ。生きて、新しい日本を作れ。と痛めた。終戦後、講和内閣の主犯として、東国の宮敏彦王が組閣した時には、東国の宮自身は、小玉を知らなかったが、 内閣参与となっていた。1946年初頭 A 級戦犯の疑いで占領軍に逮捕され、菅モプリズンに送られた。その間、ジャパンロビーの暗躍により、右翼をパージする GHQ の方針が批判され、アメリカの占領政策は、協力的な戦犯を反響のために利用する逆コースを走るようになった。1948年12月24日に、 釈放され、そこで CIA に協力するようになったかが今でも議論されている。確かなのは交流中に昭和通商との関係を暴かれていたことと釈放後も続く調査で吉田彦太郎が小玉機関の所有した国内鉱山を明らかにしていること、そして後に CIA が小玉を反響しそう、群構想の持ち主であると分析していることである。この間に、 公職追放となった。小玉邸にて政治家たちと密談前列左側が、小玉、後列左から広川弘自然、鳩山一郎、三木武義。小玉は小玉機関が管理してきた旧海軍の在留資産を持って、上海から引き上げていた。小玉は菅も高知署に共にいた辻家六に勧められて、1946年初頭、逮捕される直前に、 この資金の一部を自民党の前身にあたる鳩山ブランドの日本民主党の決闘資金として提供した。1949年、小玉は菅目町署から釈放されると北海道炭鉱規制の幹部、萩原義太郎邸に戦前右翼の領収から紹介してもらったとして訪問した。萩原は小玉機関の話を聞いており、 訪問に難色を示したが、児玉は、萩原邸の裏の池で釣りをするという名目で毎朝、通い始め、話をする機会を持つうちに次第に付き合いが深くなって、行ったという。1950年、北端夕張炭鉱の老素弾圧のためら組を組織して送り込んだ。G2 と多くの暴力団の中心的仲介者としての地位を築き、十数年後には、 小玉飽きたるべき闘争に備えて右翼の結集を目論んだ。暴力団との仲介には小玉機関にいた村岡健次が大きな役割を果たすことになる。岸信介1954年には鳩山一郎を総理大臣にするために三木武義の格索に力を貸した。1955年には自由党と合併して自民党になった。 精神性優層をつくなど名言を残した三木武義は病の床で小玉をよろしくとの言葉を残した。あとその後も自民党と緊密な関係を保ち長らく最も大きな影響力を行使できるフィクサーとして君臨した。岸信介が首相になる際にもその力を行使した。岸首相の第一次 FX 問題をめぐる汚職を 社会党の今住勇が追求していた時には、とどろきの小玉の指定へ二度も呼び、小玉は追求をやめるように説得した。しかし、今住が聞き入れないため、心情調書を渡した。それには、今住の政治資金の出所、その額、使っている料理や付き合っている女がすべて書かれていた。小玉は東京スポーツを所有する他に、 福審をいくつもの雑誌社の役員に送り込んでいた。それらに書き立てられることは脅威となった。ドワイト・ディ・アイゼンハワー日米安保条約改定のため党内協力が必要となった。岸信介は1959年1月16日、次期総理大臣を当人派の王の万木に譲り渡す制約をした。その立ち会い人が小玉であり、河野一郎や佐藤英作も署名した。 制約書が残されている。改定に反対する安保闘争を阻止するため、岸信介首相は自民党の木村徳太郎らにヤクザ右翼を動員させたが、小玉はその世話役も務めた。1962年の夏頃から一朝有事に備えて、全国幕府との親睦と大同団結のもとに、反響の防波堤となる強固な組織を作るという構想のもと、 小玉義雄は、東亜同友会の結成を試みた。結局、同会は結成されなかった。しかし、近政会、稲川博義会長、北政会、岡村五一会長、東政会、町井久幸会,会長らの同意を取り付けていた。昭和38年には、関東と関西の暴力団の手打ちを進め、三代目、山口組、田岡和夫組長と町井会長との、 兄弟坂を実現させた。60年代初期には15万人以上の会員がいた、日本最大の右翼団体全日本愛国者、団体会議を支える指導者の一人であった。1961年、この全愛会議内に、小玉に忠実な活動グループ青年思想研究会が誕生した。60年代終わりには、青萌え県を全愛会議から脱退させた。 裏社会の人物の中では特に、稲川清城と親しく、稲川は小玉を兄貴分として慕っていた。60年安保闘争の際には、小玉の呼びかけで、稲川の配下の組員をデモ隊潰しに利用する計画もあったとされている。1967年7月、笹川良一の肝入りで、第1回アジア反共連盟結成準備会が開催された。 この時、市倉徳三郎、統一協会の竜高幸らが集まったが、小玉も自分の代理として白いた目を参加させた。1969年、青思え県より独立した右翼団体日本青年社が結成。これはヤクザと見分けがつかない任教右翼の始まりであった。小玉は1965年の日韓国交回復にも積極的な役割を果たした。 国交回復が実現し、5億ドルの対日賠償資金が供与されると、韓国には日本企業が進出し、利権が渦巻いていた。小玉義夫もこの頃からしばしば奉還して、牧政権用人と会い、日本企業やヤクザのフィクサーとして利益を得た。小玉だけではない。元満州国軍将校、後に韓国大統領となる牧政期とは、 満州人脈が形成され、岸信介、椎名悦三郎らの政治家や、元大本営参謀で、商社役員の瀬島隆三が、日韓協力委員会まで作って、韓国利権に走った。日本国内では、企業間の紛争に、しばしば介入した。1972年、川本敏夫率いる参考規制は、ジャパンラインの乗っ取りを計画して、同社株の買い占めを進めた。 困惑したジャパンラインの土屋健一は小玉に事件の解決を依頼した。しかし小玉が圧力をかけても川本はなかなか言うことを聞かなかった。そこで小玉は祖合会長の水島博夫に調停を依頼。水島の協力により川本は買い占めた株の売却に同意する。小玉は水島に謝礼として1億円相当のダイヤモンドを送った。こうして 小玉の支配下に収まったジャパンラインは昭和石油の子会社だった日本製ーを1974年月に買収した。小玉が圧力をかけるときは今住みのときのように参加のメディアを駆使した。利用された大手メディアに白報道がある。その中に小玉は次の二つの目的を持ったセクションを作った。一つは白報道の取引先を小玉系列に組み込む。 もう一つは、その系列化された企業に持ち込まれるクレームを利用して、マスコミを操作し、なびかないメディアには広告依頼を回さない。このセクションは、広告会社として品位に欠けた。そこで、当時の白報道の持ち株会社であった、信和の称号を、1975年に白報道コンサルタントへ変えて、また、定款にも、企業経営並びに人事に関するコンサルタント業務の、 項目を加えて、この元親会社に業務を受け負わせた。役員は、広田隆一郎社長の他に、町田金一、山本弁介、立川恒夫が重役として、名を連ねた。広田は、福井淳一博報道社長の大学時代ラグビー、関係者で、警視庁が関西系暴力団の巡航船員として、マークしていた人物。町田は、元警察庁刑事部主官。 山本は元 NHK 政治部記者。立川は塚本総産ビルの轟ど産業社長で小玉側近の第一人者であった。ロッキード事件と小玉の関わりは、しばしばロッキード社、または日本の政界という事件の帰着点ばかりが焦点化して報道、出版される傾向がある。しかし、ロッキード社が小玉へ秘密送金する窓口として、 元 OSS 員が社長だったディークペリラ社を利用したという興味深い事実がある。D ークは外国側せと貴金属取引に特化した企業であるが21世紀に数件の訴訟を提起されている。その一方、今日ヨーロッパでは HSBC やドイツ銀行がやはり外国為替と貴金属取引をめぐり不祥事を露呈している。小玉はすでに1958年からロッキード社の 秘密代理人となり、日本政府に、同社の会 -104、スターファイター戦闘機を選定させる工作をしていた。小玉が働きかけた政府側の人間は、自民党の王の万木、河野一郎、岸信介らであった。1960年代末の契約が更新され、韓国も含まれるようになった。小玉は親しい中にあった、韓国の牧政権に、 ロッキード社のジェット戦闘機を選定するよう働きかけていたのである。韓国に対する影響力の大きさが伺える。しかし、この頃、大野も高野も死亡しており、新しい総理大臣の佐藤栄作や田中角栄にはあまり影響力を持っていなかった。そこで小玉は田中との共通の友人、長野賢治に頼るようになった。長野は、 日本航空や全日本空輸の大株主でもあり、ロッキード社製のジェット旅客機の売り込みでも影響力を発揮したが、すでに日本航空はマクドネルダグラス社製の DC-10 型機の購入を決定していたこともあり、その矛先を全日空に向けた。このごろ深い関係を作り上げていた田中角栄が1972年に首相になると、小玉の工作は功を奏し、 その後全日空は同機種を21機購入し、この結果ロッキード社の日本での売り上げは拡大した。さらに全日空はロッキードから得た資金を自社の権益の拡大を図るべく航空族議員や運輸官僚への賄賂として使い、その後このことはロッキード事件に付随する全日空ルートとして追求されることとなった。ロッキード社社長のアーチボルドコーちゃんが 小玉の役割は P-3C 導入を政府関係者に働きかけることだった。小玉は次の大臣に誰がなりそうか教えてくれた。日本では大臣はすぐに変わるから特定の大臣と仲良くなっても無駄である。彼は私の国務省だった。と長所で語っている。しかし1976年アメリカ上院で行われた校長会でロッキード社が 日本の超国家主義者を秘密代理人として雇い、多額の現金を支払っている事実が明らかにされ、日本は大騒ぎとなった。その後、三木武雄首相によってこの事件の捜査が開始され、すでにこの事件の中心人物と目されていた65歳の小玉は衆議院での承認喚問が行われる直前に発作を起こし、床についた。しかし、間もなく、 小玉は脱税とが痛め法違反で在宅起訴され裁判に臨むことになった。1977年6月に一度公判に出廷した後は病気と称して自宅を離れなかった。元総理の田中角栄は収賄容疑で逮捕され、1983年10月に有罪判決が出された。小玉は死期が近づいた時、自分は CIA の対日工作員であったと告白している。72歳の小玉は、判決が出る直前の1984年1月に、再び発作を起こして没し、裁判は打ち切りとなった。なお、小玉の死亡後の遺産相続では、闇で収受した21億円が、個人財産として認定された上で、相続税が計算されている。当時、 小玉が経営する企業の役員を務めていた、ひよし修司によると、事件発覚直後、小玉の秘書から急遽呼ばれ、段ボール5箱分の書類をすぐに焼却するよう指示されたという。ひよしはインタビューの中で、これが天下の小玉だと思ってますよ。それはやっぱり日本のための国士ですから、何かことを起こすのにはやっぱ資金がないとね、必要があったんじゃないかなと思う。 これやっぱりロッキード事件に絡んだ書類くらい思ってますよ。伝票みたいなものもあったし、いろんな閉じてある書類もあったし、そんないちいちね見ながらこれは焼いていいか、それはやらない。私、意外と忠実だから言われたらピッと焼いちゃう。ただ燃やしている、ちらちら見える中には、英語のものもあったと思います。と述べている。小玉の通訳の福田太郎も死ぬ直前、次のような供述をしている。 2016年に放送された NHK スペシャル未解決事件のインタビューに応じた、ほったから元検事は、確信は P3C ではないか。P3C でいろいろあるはずなんだけど、金を上手に取る巧妙な手口は証言で取れている。金の使い方とか、こっちで解明しなきゃいけないけど、そこができていない。それはもう深い、ものすごい深い闇がまだまだあって、 日本の大きな政治経済の背後で動く闇の部分に一本光が入ったことは間違いないんだけど国民の目から見れば検察もっともっと彼らがどういうところでどんな金をもらってどうしているのか暗闇の部分を全部照らしてくれって悔しいというか申し訳ないと語っているありがとうございます